こんばんは、森圭です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、前々回ぐらいですかね、ちょっと前の僕が出した動画で、軽バンで引っ越しってできるんですかっていう、僕の出した動画にコメントをいただいたんで、今日はね、ちょっと普段も僕軽バンですね、こちらで引っ越し業務っていうのをしてるんですけども、今日ちょっと撮影の協力を得れるということなんで、ちょっとね、どんな感じでやってるのかなっていう、雰囲気なんですけども、ちょっと見てもらえたら、部分的な感じなんですけども、見てもらうことによって、こんな感じかっていうのが、ちょっとでも見てくれてる方、質問してくれた方に、届いたらなと思いますので、よかったら、最後までご視聴の方よろしくお願いします。今日は、今からこの洗濯機を、運ぶんですけども、通常洗濯機やったら、設置されてるやつとかやったら、その設置してるとこから運び出すんですけども、今日はもうちょっともうここに置いてくれてるんで、ここから今から運び出したいと思います。はい、で今からちょっと養生とかをするんで、ちょっとそれをね、見てもらえたらなっていうふうに思います。はい、まずこれです。これをあれホームセンターとかでこれ1000円ぐらいで売ってるやつですね。ちょっと分厚めな感じなんですけども、これを下に引きます。で、この端子用の 4.5 リッターでね、やるぐらいだったら、全然こう、横のね、ここに持つとこあるんで、全然これでも持てると思うんですけども、こうやって一旦置いてもらって、この養生をしていきます。はい。これちなみにこの養生するやつなんですけども、僕はこれ1個7000円ぐらいですかね、アマゾンで買いました。はい、よいしょ。で、こんな感じで養生するんですけども、やっぱ養生した時って、じゃあ例えばこうとかやったらもう持ちにくいと思うんですよね。ちょっと緊張するで、大丈夫、このままで、こうやって中に入れてこうやって持つこともできると思うんですけども、今日ちょっと今から階段から下ろすんで、こうやって入れて持つっていうのはちょっと持ちにくいので、その時にこのロープっていうのを使います。これですね、これもアマゾンで、このロープも2000円ぐらいですかね、で買いました。で、こんな風な感じでなってるんで、もう簡単にこう、こう入れてもらって。こうやって縛ってもらったら、こうやって持つことができるんで、さらにこう持ちやすくなって、この養生してることによって、万が一ちょっとこう当たったりとかしても、全然ダメなんですけど、なったとしても壁も傷つかないし、こっちもちょっと傷つかないということで、はい。で、ここで一つちょっと
僕なりにお伝えしておきたいのが、やっぱこの下の毛布っていうのがまあ絶対的にまあ大事で、この作業するときってやっぱりこうちょっとこうこの養生のやつを入れるときとかでも斜めとかにしたりしたときに、そのこのやっぱこう地面がね傷つかないように、やっぱこういう毛布の上でまあ作業するっていうことで、まあ僕も昔その若い時引っ越しのアルバイトとかしてるときによく言われたんですけど、一回持ったらもうそこでは荷物をその家でなんかこう下ろすってなるべくもうやめた方がいいっていうふうにまあ引っ越しても言われたりするんで、まあただ絶対的にね無理な時もあると思うんですけども、なるべくその家で荷物を下ろす時ってのは今床のこういう床に置かずにまあまあ毛布の下で置くということで、はい。じゃあこれで今から下ろしていきたいと思います。こんな感じで、まあ、洗濯機を、まあ、積んだんですけども、まあ、これでその、単身の引っ越しとかやったら、まあ、冷蔵庫が通常結構ある場合があるんですけども、まあ、冷蔵庫やったらこのスペースに、まあ、置いたりします。で、まあ、今の冷蔵庫って結構、まあ、この車両自体が軽バンって結構、まあ、115ぐらいなんですね、この高さが。ってなった時には、結構今の単身って言っても結構、まあ、120センチぐらいあるんで、そうなったらこう横積みとかなって、てしまうんですよね。まあ、それはお客さんとちょっともう事前にちょっとその了承を得といて、横積みになるけど、まあ、大丈夫ですかみたいな話はしたりします。はい。で、まあ、ここからですね、積み込みって、まあ、普通言ったら冷蔵庫をまあ、あそこら辺に横積みで積んで、あとはその上に、まあ、お客さんが用意してる段ボールとか、ケースとか、まあ、そういうのをこう積んでいく。はい。ご視聴ありがとうございます。僕、まあ、こんな感じで普段、まあ、洗濯機とか冷蔵庫とか、単身の引っ越しっていうような、やってます。で、質問してくれた方は、まあ、KV、どんな内容やったかって言ったら、まあ、軽バンであるので装備品とかっていうのはいらないかっていうご質問なんですけども、やっぱりこの、さっきも動画で言ったような、洗濯機とかを養生するっていうようなやつは、僕もやっぱり買ったりしました。あれが1個だいたい7000円ぐらいなんですよね。だいたいそれをまあ、4個から5個ぐらい、まあ、買ったり、はしましたね。まあそういうのはまあ最低限まあ必要かなっていうふうには思います。まああとちょっと下に引く毛布であったりとか、はい。あとまあ荷物をこう積んだ時に、まあ全部が全部やっぱりケースとか、なんですかね、こういうまあ洗濯機、冷蔵庫っていう形が、まあしっかりしたもんやったらまあいいんですけども、やっぱりいろんな荷物がやっぱりあるんで、まあそういう時にまあ、なんですかね、ちょっとでかい目の毛布とかもやっぱあった方が、いろんな荷物をこう積み合わせていく中で、ちょっとそれに来るんで、他の荷物が傷つかないとか、その荷物が傷つかないっていうような、まあ感じでちょっとまあ工夫しながらとか、でいうふうに僕も今やってます。はい。僕もね、これ今、この軽バンでの、引っ越しっていうのは本格的に始めて、まだそんなの立ってないんで、まあ、こう、普段やってる人からしたら、ちょっともっとうまいやり方があるとか、なんかこう、もっとこうやったらいいのにとかいう、まあ、意見とかもあるかもしれないんですけども、まあ、実際僕、本格的にやってまだ2、3ヶ月ぐらいですかね。なんで、まあ、これから始める人にとってはちょっと先輩というか、まあ、なんかこう、一つの今日なんか参考になったらな、っていうふうには思います。はい。今からちょっとまあ、運転して持っていくんですけども、まあ、なんかこの動画が参考になったってことはね、ぜひとも高評価、またチャンネル登録っていうのをよろしくお願いします。はい。今日はありがとうございました。